心臓管だが、指揮支援システムは先代のカレイジャスを踏襲している。最低限のマニュアルは用意したから、不足分は君の方で補足するといい。はい、複数担当者で共有できるようにしますね。全長74アージュの先代に対し、本艦の全長は92アージュ。速力、出力ともに上回るが、取り回しには気をつけるといい。了解です。先代以上のジャジャ馬のようだ。各種機関と武器管制はこちらから総合的に制御できます。エリカ博士とラッセル博士が開発した対ハッキング機器も搭載していますよ。お母さんとおじいちゃんのわかりました。すごい、全てが最新鋭の設備なんですね。しかもエプスタイン財団で発表されたばかりの。ええ、それとルーレ工科大学による最先端の流体力学の船体 ZCF で開発されたばかりの。しかし何度聞いても、新これだけの最新鋭艦を他国で極秘裏に建造していたと。すでに説明したように、少なからぬ人々の助けがあってね。そのうちの一人がグエンさんになる。話は先の内戦直後に遡る。内戦があのような形で終結した後、殿下から相談を受けてな。いずれ赤き翼がもがれた時のため備えをすることになったんじゃ。そうだったんですか。殿下とグエンさんが連絡を取り合っていたのは知っていましたか。
いつは甘く見ていたか。シェラ君、すまない。悪いな、アイ。女神よ、願わくば娘を。15秒後に船体は崩壊する。だが最後の賭けをしようか。ブリッジ内に対衝撃重力結界が24秒働く。せいぜいあがくといい。遅かったか。いや、可能性はあるはず。我が美のライバルの悪運、確かめさせてもらおうか。
お初にお目にかかる。ローゼリア・ミルスティンじゃ。帝国のヘクセンブリードが王さにして、そこの今よろしく頼むぞ、オリバルト殿下。大地の聖獣と同じ女神に使わされた存在ですね。聖杯騎士団副長トマス・エステルさん、ロイドさんたちの大噂はかねがねオリバルト殿下はトールズ本校以来となりますね。
だったら話は早い。この缶を自由に使ってくれたまえ。どうやら七の総国こそが宰相や知性たちの目的のようだが、逆に言えばそこに破滅を回避できる唯一の巧妙がありえるんじゃないかな。そいつは確かに巨大な呪いが発動する中、目に見えぬ何かに全てが導かれる。そんな状況で戦争を阻止するのは正攻法では不可能に近いでしょう。だからこそ父さんやクローゼも千の陽炎に協力したんだろうしね。でもそもそも呪いって何なのかな。え？僕たちはリベールの異変で地方をめぐる災厄と向き合いました。そこでは1200年前の人の業と現代の僕たちをつなぐ問題がありました。私たちも同じですね。人の業で失われた司法を再現して現代に続く宿業を解決しようとする。もしかしたらキーヤは取り返しのつかないことをしてたかも。でもロイドたちが来てくれて間違いをちゃんと正してくれた。リベールでは願いを叶えるわ、クロスベルでは因果を書き換える木。どちらも祝福であると同時に呪いでもある存在だったけど、エステルたちやロイドたちはそこから目を背けずに向き合ったわ。ならば真実の見極めこそ君たちが何よりも優先すべきことだろう。エステル君たちやロイド君たち、無論我々もできることではない。帝国とそれを取り巻く地域の様々な表と裏の問題、それに全員で粘り強く関わり続けたお前さんたちにしかできないんじゃないか。俺たちにしか。無論各地の第三勢力のために動くという使命も果たすつもりだが、中破したメルカバの代わりに君たちの翼を務めることくらいはできるだろう。大型化したことで鬼神2体に気候兵4機くらいは余裕で詰めるしね。お兄様、ご配慮感謝します。トールズ士官学院7組、お言葉に甘えさせていただきます。無論光まとう翼としての活動も存分に手伝わせてもらうつもりです。私たちも同じく軍校生もお世話に。艦の運用に必要なら遠慮なくこき使ってもらえると。ああ大歓迎だ。正直クルーがまだ足りなくてね。当然俺も第二の教官として引き続き協力させてもらうぜ。私もやっとみんなと合流できましたし。まあ伝えた通り私たちは別に動き始めるけど。俺たちもだ。この後山猫号2で送ってもらう。それぞれギルドや支援家として動くんだったな。ああ帝国東部やノーザンブリア、
地雷方面もカバーするつもりさ。レマン総本部への連絡もあるしな。シェラザードたちも降りるんだろう。ええ、艦の引き継ぎもあるから降りるのは明日になるけど。サラ、フィー、カレージャス2のことは頼んだぜ。ええ、任せといて。要請とかあったら連絡して。それじゃあティオ先輩にエリー先輩に。キン、ええ、一度クロスベルには戻っておく必要がありますので。またすぐに会えるわ。お互い頑張りましょう。頑張ろう、ユナ。うん。Thank you.
何でもいいや。入ってんぞ。もっと買ってけっつーの。なんか買ってっか。
要ですか？それじゃあ行ってらっしゃい。こちらのセリフです。リンさんや皆さんにお怪我がなくて本当に何よりです。それにしてもリン君ってばますます色男になっちゃって。それで恋愛の方はどうなの？そろそろ本命は決まった？腕が鳴るな。あれれ、もう終わり？腕が鳴るな。腕が鳴るな。
なんか買ってっか。もっと買ってけっつーな。いいのが入ってんぞ。もっと買ってけっつーな。なんでもいいや。またきーや。
教官もお好きですね。まあ教官もお好きですね。どうかご賞味あれ。あら、お魚の気配が。それかかった。いい感じだな。やった、大物だ。
なんかクロウのところに向かった時みたいな感じだね。ああ、そういや作りは大体似てるみてえだからな。ここは月の霊場、真実を映し出す聖域じゃからの。霊場の活性化によって元の姿を取り戻しておるわけじゃ。そして真の姿も。最上にあるのが水鏡、代々の巡回魔女が管理した遺物じゃ。皇帝家の黒の使者とも連動する帝国の裏の歴史を映し出す神武。黄昏の最終段階に至った今ならば全てを変えた。ただし起動するためには大容赦はせぬ。崩れた。気ありだぜ。とどめだ。およ。行くぞ。我が剣にかけて悪はま、こんなもん。盗賊。やりました。手強いわね。しかもこの障壁って水の力の魔法障壁、解除できる仕掛けがありそうね。試練はまだ始まったばかり。まずは速攻で決める。
俺の番だな。任せろや。はっ、崩れたぜ。失敗だ。任せるがよい。崩したぞ。もらった。任せろや。チャンスだ。キアリ、俺の番だ。見たか。はい。せしかし月の霊窟なのに水の力が満ちているのか。その二つは表裏一体だからね。幻を。せい、取って。じゃなくて大事だ。大事だ。ダメ。いいだろう。ここは引いてやろう。行くぜ。ま、あい。せい、いつでも行ける。崩れたな。援護だ。なめんじゃねえ。
私の番だな。鉄鋼機もらった。戦闘終了。生き返るな。せや。手ごわそうね。そこだ。相手にとって不足はない。届け。崩れた。やり。およ。牽制すんぜ。いいぜ。ほらよ。お返しだ。行くぞ。崩したぞ。もらった。俺の番だな。ま、相手が悪かったな。よし、ま。まだまだ。ためにも。
畳みかけるぞ。さあ今だ、みんな行くぜ。ま、さあいつでも行ける。行くぞ。参る。繊維も十分か。容赦はせぬ。決死の覚悟で来るがよい。俺の番だな。はっ、うん、させるか。俺の番だな。せい、任せるがよい。後期もらった。行くぜ。チェンジだ。かぶせ。せい、そこだ。せい、俺の番。チリとかせ。返した。しゃらくせ。およ。かっ。ありがとう。ありがとうよ。俺の番だな。
のめすぞ。クレイジーハンド行くぞ。俺の番だな。シート。あれで見事だ。我が剣にかけて悪はいやりま。獣、ま私やクリアノスの存在の大元ローゼリアとはもともとは古の獣の名。1200年前最悪を御するため炎の一族の長と融合した存在。女神の使わした聖獣、翼ある尺獣というわけじゃ。消えたもう一中の聖獣、教会もその行方を探っていたが、まさか人間と融合して。あなた繰り返すが二代目じゃな。先代の長は900年前に消えた。おそらく知性どもを裏。ここにいるわらわは元は使いは先代は生前わらわをこの地に連れて、己に何かあらば再訪するよう言い残した。そしてわらわはこの月明教により先代の記憶の一部と使命を受け継ぎ、二代目ローゼ。遠慮なく来るがよい。俺の番だな。やあ、ありがとうよ。未熟な。せい。マジか。
ありがとうよ。やられるかよ。そなたに感謝。ありがとうよ。させるか。およ。そら。俺の番だな。は。そなたに感謝。ありがとうよ。任せるがよい。私の番だ。俺の番だな。はっ。およ。そら。俺の番だな。行くぞ。トン。およ。崩れたな。やり。俺の番だな。ありがとうよ。いいぜ。
任せるがよい。と参る。参る。はっ。返した。俺の番だな。任せろや。打ちのめ。俺の番だ。参る。せい。任せるがよい。と。崩したぞ。もらった。いいぜ。俺の番だな。今だ。気合いだぜ。行くぜ。そら。開始だ。私の番だな。ふっ。ありがとう。任せるがよい。と。参る。この程度。そなたに感謝を。マジかよ。行くぜ。ありがとうよ。行くぜ。つらい。戦もやるじゃねえか。そなたの方こそな。よし、掴んだ。ま、こんなも悪くね。まだまだこれか。どん厳しかったけど人の子ごときにレグナートやの悔しさが今さらながらわかるようじゃ。人間やったか。
これが残された真実のすべて。団長が亡くなったのも、うん、決闘を仕組んだのも。黒のアルベリヒでも、彼さえもまた。どうやらジョルジュ先輩とはまた違う方。ああ、アリサの父上の自我を乗っ取るように現れた。知性の長という人格が乗っ取ったってことなのかしら。うむ、わらわとは違う。そんなことが。オカルトじゃなさそうだな。よもや残されし真実が。アホどもが、リアンヌもドライケルスもなぜわらわに相談せぬ。わらわは主たちの友、そう言ってくれたではないか。いや、どうしてわらわはこの250年ずっと気づけなんだ。おばあちゃん、ローゼ、ローゼリアさん、黒の騎士、イシュメルガドはどういった存在なんですか。はあ、確かにどう考えても尋常じゃないオーラを漂わせる騎士だとは思ったが。わからぬ。だが千年もの間ほとんど姿を現さなかった謎の鬼神じゃ。250年前の獅子戦役はもちろん、900年前の暗黒竜の時もいなじゃが、その両方、いえ、帝国の忌まわしき歴史の R にせよ、オルディーネにせよ、騎士にはそれぞれ自我があった。だがその自我が何らかの形で悪意に目覚め、しかもともと争っていたとはいえ、1200年前知性と魔女は和解しました。起動者と契約する異想空間。いや、それとは違うみたいだな。バリマール、喋れるようになったのか。工房の本拠地の時とも違う。うん、一時的にではあるが、呪いの枷を外せたかつてのように。感情レベルは大幅に抑えられているが、いずれ現実世界でも言葉を取り戻してみせよう。そっか、よかった。本当に聞くがいい。リーンに、準機動者たちよ、全てが黒の仕業というわけではない。人の未熟さが招いたことでもあるのだ。そのことを理解せねば、この先の総国も越えられまい。たとえ剣を取り戻したとしても。Thank you.
久しぶり、みんな。みんなのことはずっと見てきたよ。落ち込んでる時も、頑張っているところも。ごめん、やっぱり僕、まだまだ未熟だったんだね。みんな守る、なんて聞こえはいいけど、あんなにみんなを悲しませるなんて夢にも思ってなかったんだ。ミリアム、謝らないでちょうだい。それはいい、それはいいんだ。二人ともまた何かを伝えに来てくれたんだな。うん、この状態になってようやく見えてきたことだけど、総国が奪い合いっていうリーンたちの認識は合ってるよ。本来不死者であるクローンは負けたら消えちゃうところだったけど、あの決着に持っていければしばらくは猶予は稼げると思う。黄昏が終了したらその限りじゃないのは確かだけど。だろうな。クロ、もう一つクロについてだが、かの鬼神の力はあまりに絶大、極限すれば全てに勝利できるが、それでは闘争の果てのサイレンセの条件、おそらく最後はある構図となるだろう。すなわち他の5機の力を手に入れた1機がわずかではあるが勝利の可能性を手にし、黄昏の極まりし時において黒の鬼神と対峙するという構図に。候補は両兵王の紫、聖女の銀、皇太子の青、そして。だったらリーンが、いや、
もはや私はそなたが好きだ。仲間としてだけでなく、剣の道を共に目指す同志としてだけでもなく。Thank you.